ドカンルーム。鹿児島ユナイテッド FC サポーター部、マッキーのロッカールームです。さあ今日はですね、いよいよ鹿児島ユナイテッド FC の開幕戦、それから今シーズンの日程が発表となりました。開幕戦は3月の13日日曜日、今シーズンから J3 に加入しましたいわき FC 戦で開幕いたします。あっという間に3月は来ると思います。もうね、今シーズンのスタートが、まあ、今週新体制記者会見があったりとか、初トレーニングがあったりとか、始まったなっていう、そんな一週間だったんですけれども、それと同時に、3月ってもうすぐ来るんだなっていうね、こう緊張感もあったりして、なんかとても不思議な感覚でした。そして取材を通してね、感じたことはやっぱりフレッシュさ、あと気合ですね。まあ12人の新加入選手を迎えていますし、監督スタッフも新しい方も多くいらっしゃいますので、とてもフレッシュな印象がありました。あとやっぱり今年こそやらなければいけない、そんな気合もトレーニングの中から感じましたし、やっぱり最初体起こしだけじゃなくて、ゲーム感覚のゲーム形式のねトレーニングも初日からやっていたっていうのはね、もう気合を十分感じるところでした。来週からキャンプも始まりますが、その前にどうしても今年の監督、大竹直人監督の口から、鹿児島が今シーズン目指すサッカーってどんなサッカーなんだろう、そんな話をどうしても聞きたくて、今日はですねインタビューさせていただきました。さあそれでは皆さん、まずは今シーズン鹿児島が向かうところ、目指すサッカーはどんなところなのか、そして大竹監督の声をぜひお聞きください。ユナイテッドサポーター部、マッキーのロッカールーム。今日はですね、なんと今シーズンチームを率いるこの方にお話を伺っていきたいと思います。では自己紹介をお願いいたします。はい、今期から監督します大竹直人です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はじめまして。はじめまして。初登場ということで、しし、いや、はい、本当にラジオなので、今日はいろいろ大竹監督の人柄とか、はい、そういうところにも迫っていきたいと思いますので、聞かせてください。はいはい。さあ、大竹監督は現役時代、はい、横浜フリューゲルスで、はい、鹿児島にも訪れていたということなんですが、はいはい、久しぶりにその鹿児島に監督として戻ってきた、そのお気持ちから伺ってもいいですか。はい、本当に縁があって、本当にホームの試合にさせてもらったりした時に、まあ、本当プレーヤーとして来てましたし、で、まあ、印象に残っているのは、まあ、ちょっとフリューゲルスから移籍して、サンガ、京都サンガとフリューゲルスやった時に、まあ、この鹿児島で点取ってるんですよね。まあ、それもちょっとなんか印象にあったし、なんか引き付けられたものがあったのかなってあったし、まあ、縁もあって、本当に、まあ、本当自分にとっては嬉しいっていうか、なんか次のこうモチベーションになったっていうのもすごくあったので、ありがたいです。その移籍が決まった後の、はい、公式戦ってことですか。そうですね、京都でも、まあ、京都時代でも、まあ、はい、キャンプとかに鹿児島来たり、まあ、京セラだったので、ですよね、はい、それでこっちに何度か来させてもらって、はい、そういうのでチームごとになんか縁があったってところですね、鹿児島は。いや、絶対縁があったんですね、鹿児島と。みたいですね、今考えると本当そうでした。ですね、はい、いや運命だったんだなって今お話を聞いて思っちゃいましたが、はいはい、鹿児島来てまだそんなに経ってないと思うんですけれども、はい、どうですか、鹿児島は居心地の良さとか住み心地とかどうですか。あ、もう最高ですよ、暖かいですし、もう本当に自分結構寒がりなんで。あ、そうなんですね。やっぱこっち暖かいですし、本当ちょっと1枚ぐらい少ない感じでいられるので、本当助かってます。食べ物とかどうですか。あ、もう好きですよ、もう食、鹿児島の食はもう全部好きなので、はい、いろいろ食べ歩きたいなと思って。特に楽しみにしてる食べ物は何ですか。やっぱしゃぶ、豚しゃぶとか、はい、肉系はちょっと食べたいな。あ、もちろん魚も好きなんで、魚も食べるんですけど、はい、どっちかってやっぱ先肉食べたいですね。美味しいですよね、豚しゃぶ。美味しい、本当美味しいですもん。いや、たくさん召し上がっていただきたいです、大竹監督に。
あ、そうですか、はい、教えてください、いろいろ。あ、もちろんです、はい、美味しいとこいっぱいあるので、はい、さあ今週はあのチームが始動しまして、はい、新体制発表記者会見やそれから初のトレーニングが行われましたけれども、はい、まずその新体制発表してで初トレーニングを迎えたんですけれども、はい、鹿児島の選手の印象っていかがでしたか？いや、みんな生き生きとしてますし、本当真面目でまっすぐな選手が多いのですごい楽しみです。まあ、いろいろこう吸収力も高いですし、本当にこうなんかやってくれるっていうか、もう熱い思いがちょっとあるので、うん、非常に楽しみです。はい、そうですか。12人の新加入選手を迎えて、また去年とガラッとまたチームが一新するのかなという印象はあるんですけれども、はい、会見の時に監督がもうすでに、はい、去年のサッカーを分析されて課題をしっかり持ってらっしゃるなっていう印象があったんですが、はい、その具体的に鹿児島の課題って改めてどんなところだと思いますか？うん、やっぱシュート、ゴール前のシーンが少ないからっていうのは、まあ多分僕も一外から見て、まあファンの感じだと、やっぱゴール前のシーンが少ないで、シュートもやっぱり少ないっていうのを感じたので、やっぱそこにもうちょっと圧力をかけれるのと、まあできるだけ守備も高い位置で取れば、それだけチャンスが増えるのかなっていうのを感じますし、まあそれだけやれば守備のところも多分エネルギーを使わなくても、できるだけ数少ない守備で攻撃にできるっていうところが、多分鹿児島もボール保持の保持率も高いですし、はい、ボール持ってる時間も長いので、それをどれだけ優位にするかっていうのを、まあ、考えてしたので、まあ、非常にそこを頑張ればもう常に上にはいけるかなと思う。今まで鹿児島が貫いてきたその攻撃サッカーだったりとか、はい、まあ、去年はポゼッションを大事にしていたりとかありましたけれども、はいはい、今シーズン大竹監督が目指すサッカーってズバリどんなサッカーですか？いや、もうアグレッシブプラスハードワークで、やっぱりもう相手陣内で圧倒する、うん、鹿児島のこの圧力をやっぱりかけたいっていうのが一つあるのと、やっぱホームゲームでやっぱりできるだけもう優に全勝を目指して頑張りたいっていうのが一つあります。今シーズンはホームでもいっぱい勝ちたいですし、はい、そこがやっぱり一つの、はい、チームの勢いに乗るのもそうですし、いうようにクラブとか選手がやっぱり自信つく場だと思うんですよね。だからそこになんとかうまく開幕戦から乗せてあげたいなっていうのは自分の思いなので、はい、そこに照準を合わせて。じゃあ攻撃サッカーというその基本的な考え方は、はい、それはもう変わらずですか？はい、あ、変わらないですよ。ただそれに前からちゃんと守備ができるかどうかっていうのが一つあって、うん、できるだけボールを早く刈り取る、できるだけ自分たちの前ボールにするのをすれば、今までのベースプラススピードとパワーアップがするかなと思うんで、はい、奪える選手もボールを奪える選手も入ってきましたしね、はい、そうですね、もうそこもバランス的には非常に大きいので、はい、で実力者もいますし経験者もいるので非常に面白いかなと思います。はい、もう初日からボールを使ってトレーニングだいぶ本格的にされてましたね。そうですね、やっぱり選手もボール触るのが好きですし、まあ、自分も現役時代ただ走るのはやっぱきついですけどボール使った中でやればやっぱちょっと気分的にも変わりますし、で、まあ、ちょっとミーティングしても選手たちもすごく意欲があったので、はい、まあ、それをうまく引き出してあげようかなと思って、はい、してたので良かったと思います。非常に選手たち本当によくやってくれます。ああ、そうですか、はい、来週からいよいよキャンプですしね。そうですね、はい、はい、そこにちょっとちゃんともう少しコンパクトに密の行為を入れて、はいはい、質とか量をちょっと高めたいですね。キャンプではどういう課題を持ってどんなことを特に重点的にトレーニングしていきたいと思われてますか？そうですね、今週までそのベースがあるのでキャンプではもう少し細かいところの、まあ、切り替えのところだったりゴール前のところだったりっていう、はい、ちょっと組み合わせとかコンビネーションとかもう少しグループ戦術のところを高めて、できるだけフィニッシュができたりとかゴール前でしっかり守れるのかっていうのをベースに考えたいと。
ズバリ今シーズンの目標は何でしょうか。いやもう本当昇格しかないので、はい、まあ、あとはもちろん優勝、 J3 優勝して本当に最後にみんなでこう喜び合いたいというのがあるので、もうそこに向かって突っ走るだけです。そうですよね、 J3 優勝が鹿児島はまだないので、はい、それはみんなの、はい、ね、思いを、はい、夢ですよね。そうですね、はい、本当にあの皆さん今サポーターの皆さんも新しいチームに注目し応援してくださっていると思います。あの監督が個人的に鹿児島で楽しみにしてることとか何かありますか。そうですね、やっぱ海もありますし、はい、釣りちょっとしたいなっていうのと。そうですか、まあ、温泉もすごい有名なんで温泉もちょっと行きたいなっていうのは、はい、すごくやしたいです。釣り好きなんですか。はい、昔ちょっとやってて結構海釣り好きだったんで。おー、はい、美味しいお魚釣っていっぱい食べてほしいです、はい、そうですね、なんかいろいろ釣れるって聞いたので。いや、そうです、そうです、そうなんですよ、あの近郊湾もあるし東シナ海もあるので、はい、いろいろお魚豊富、はい、はい、なところです。ぜひ、はい、鹿児島も好きになってください。もう好きですよね、はい、いや、もう好きです、半分、はい、まだ半分ですけど、まだ行ってないだけで、はい、まだまだですけど、もう伸びしろが、はい、さあでは最後に大竹監督の好きな曲を一曲、はい、なかなかないんですけどね、今いつも聞くのはあの、はい、たまに聞くのはエグザイルの、やっぱり、エグザイルとか聞くんですか。聞きますよ、はい、本当ですか、はい、やっぱあのダンスとか、はい、やっぱ声とかっていうのは非常にモチベーションになるっていうか、はい、やっぱエンターテインメントしてるじゃないですか。確かに。でやっぱりこっちも喜ぶじゃないですけど、はい、なんかすごい楽しくなるんで、やっぱそういうことは、まあ、サッカーも通じてやっぱり伝えられるんじゃないかなと思うんで、はい、好きです。似てるものがありますよね、やっぱりね。そうですね、はい、代表の応援歌じゃないですけど、なんかありましたよね、はい、あ、ビクトリー、あ、ビクトリーですね、はい、はい、あ、いいですね、いいですね、やっぱ熱くなるものがあるんですよ、やっぱ、ね、やっぱそういうのになると、はい、だからちょっとこう、はい、自分に不安になった時とかもそうですし、やっぱサッカーで行かなかった時もやっぱその曲がちょっと流れると、まあ、また頑張ろうかなとか思いがあるので、はい、なるほど、いい、しかもビクトリーっていうタイトルもいいですね。そうですね、はい、はい、それもあるので。わかりました、じゃあエグザイルのビクトリー行きましょう。はい、お願いします、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。